2月22日渋谷区東健康プラザで太極拳の運動講座が行われました。この講座は介護予防・フレイル予防を支援するため渋谷区の健康はつらつ事業の一環として開催されています。太極拳は前に全部向かわないで同じところに立ちながら右向いたり左向いたり後ろ向いたり角度違ったりっていうまんべんなく動くわけです。その運動がどのスポーツも優れてるとは思いますけども、太極拳特に優れてるところ、あるいは変わってるところですね。講座では入門24式を行います。参加者は講師の指導のもとおよそ1時間半体を動かしていました。やっぱり一番は精神統一というか、はい、もうすごくいい刺激になって、はい、毎回勉強してます。伸びなかった背中とか膝とかがここに来ると、あ、伸びてないなを感じるのでいいと思います。はい、運動っていうのは一回もしたことないんだけど、ここ来て初めて運動というのを学校卒業してから50年ぶりぐらいやったくらい。こちらの授業の4月から9月分の募集は終了してしまっておりますが、渋谷区では自宅でもできるフレイル予防のための体操の動画を YouTube で配信しております。ぜひ自宅でご覧になってフレイル予防をしてみてください。